男性を召使いのように操れる女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性の心を自在に操る、男性をいつも召使いのようにうまく使うことができる、そんな女性にはいくつかの特徴があるんです。今日はその代表的なものを6つご紹介をしていこうと思っています。男性の心を操るよりもまず自分の心を操んなきゃね、自分で自分をどうにかしなきゃねというふうにお考えの方はね、こちらのセミナーにお越しいただくといいと思います。あなた自身の心の奥底にあるね、本当の自分自身の姿を発見して、それをねうまくコントロールするためにはどうすればいいのかというようなお話です。こちらに画像があって、日程や場所下の概要欄説明欄にリンクが貼ってありますので、そちらの方からホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページに飛んでいただいて、日程場所ご確認いただいてご都合よければね、こちらにお越しいただければいいんだが、今日は男性の心をねうまく掴んで、召使いっていうのね言い過ぎかもしれませんけど、でもあなたの言うことをね何でも聞いてくれるような男に仕立て上げるにはどうすればいいのか、そしてそういうことをする女性って大概こういうことやってるよねという、その特徴を、6つご紹介をしていこうと思っています。もちろんここでご紹介させていただく話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。これも同様に下の概要欄説明欄にリンクが出ていますので、そちらの方からホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらの方からホームページに飛んでいただいて、こちらはマンツーマンのセッションになりますので、あなたのご都合に合わせて、お申し込みくださいませ。ということで今日は男性を召使いのようにコントロールする女性の特徴ということで6ついきたいと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、明確なね意思表示をしてあげる女性というのは、大概男の人を自在に操ることが多い。なぜならば男の人は女性の意思、女性の気持ち、女性の考えがわからない方が多い。男と女って基本的に考え方や考えている総量がね、考える量が違うので、女性の方は圧倒的に多くて男性はあまり多くないんですよね。その多くないキャパシティの中であなたのことを理解しようというのはなかなか難しいんです。もちろん努力してね理解しようとはしてるんですよ。だけども分かりきらない。それをあえてあなたの方から言葉にしてあげて、私こういうふうにすると嬉しいんよ、私こういうことされるとムカつくんよ、私はこういうふうにされるとすごくね、両手を上げて喜んだりするんよっていうふうに言ってあげると、あそうなんだ、じゃあそうすればいいんですね、じゃあそうします、あそうか、それはやっちゃいけないんだ、じゃあやりませんっていうね、そういう話になるんですよね。男の人はね群れが好きだっていう話はこのチャンネルの中では一貫して申し上げています。群れ、それはすなわちルールに縛られている関係を、環境というかね、人と人との関係なので、ルールがねあなたの方から、いや私との関係に関してはこういうふうにしてね、私に対してはこういうふうに接してね、そんなことを伝えてあげる、つまり、あなたの取説みたいなものをはっきり渡してあげるぐらいのつもりで意思表示を明確に伝える。そうすると彼は、あはいということで、その通りにやるんですよね。そこであなたがねちょっと遠慮してこういうことを言ったらちょっとね、彼に負担が大きいんじゃないかなとかね、こういうことをねやんないでくれって言ったりすると彼の自由を奪ってしまって彼かわいそうかなとかね思っちゃって、こうなかなか言わなかったりすることあったりしますよね。そうすると彼はそれがわからないから、あなたがそう考えてくれってことわかんないから、あなたの意思とは全く違うことをやる。あなたの身の回りにもね、やっぱこう男性をうまくコントロールされている方とかね、なんで彼女の周りの男の人は彼女の言うことばっかり聞くんかなっていうことってあったりするじゃないですか。でもそういう時ってさ、よくよく見てみると、大体ね、そういう女性って自分の意思表示を結構遠慮しないでバンバン言ってるんですよね。だから男の人は、あ、そっか、じゃあそうすればいいんだ、そうしますということで、その通りに動いてしまうという話なので、これそんなに難しい話ではないんですが、どうしてもね、こう親しい関係だったりとか、失ってはいけない大切な人だからこそ、言葉を慎もうとか、相手に遠慮してっていうことで自分の意思をね隠してしまうところがあると思うんですが、あえてね彼との関係を大事にし彼を自在にコントロールしたいと思うのであるならば、はっきり言葉にした方がいいですよと。もちろん男性は男性でね、努力して理解できないながらもね、理解しようとすることを、
勤めることっていうのはこれは大事なことではあるんだけども、ただそれでも分かんないことは分かんないので、まあ、あなたの方からそれをはっきりとした、言葉で伝えてあげると、彼はその通りに、動くようになると、そんなお話でした。そして2番目はこちらです。はい、はっきりとした感情表現なんですよね。まあ、1番目の話とちょっと近いんですけど、まあね、何をしてほしいということを言うだけではなくて、言ったことに対してそのレスポンスをね、はっきりとあなたがお示しになってあげる。あなたがね、嬉しいんだったらやったー、ね、悲しいんだったらがっくり、うわ最悪、あんたなんてことしてくれるのということを見せてあげる。繰り返し申し上げますが、男性は女性の気持ちがよくわからないんです。あなたがねニコニコしながら、私大丈夫で、本当はねムカついてんだけど全然気にしないでって言うと、彼はあそうなんだ、気にしなくていいんだっていうふうに思ってしまうんですよね。またね、あなたが本当すごく嬉しいのに、いやいやもう全然あんまり嬉しくないからみたいなことを言ってしまうと、あそうか嬉しくないんだ、じゃあ俺これ以上頑張ってももう無理か、じゃあもうこれ以上のことをやめたみたいな話になってしまう。だからレスポンスは分かりやすくはっきりと、まあ、感情表現をちょっとね少しやりすぎかなというぐらいにやった方がいいですよ。まあ時に笑顔になるとかね、まあ時にね泣くことがあるかもしれないし、まあちょっとねこうしかめっ面することでもいいんですが、彼にとってね、あなたが今どう考えているか、どう感じているかということをはっきりと伝えてあげる、見せてあげる。そうすると自分がやったことがどんなレスポンスを生むのかということが彼は分かるので、あじゃあこういうふうに俺はすればいい、あこれやると彼女喜ぶんだ、あこれやると叱られるんだ、あちょっとムカつかれるんだ、じゃあやめとこうとか、じゃあこれやろうっていう話になっていくので、まあこの1番目に言ったね意思表示というのと、2番目に申し上げたこの感情表現ね、ここさえしっかり押さえておくと、まあ大概のね、ことはまあうまくいくというか、あなたの気持ちというのははっきりお相手に伝わるようになるので、大概ねあなたの言う通りに動き始めるように、まあ、なってくれると。まあだからこの辺のねお話は、これまでも随分ねこのチャンネルの中でご紹介差し上げているので、まあ、チャンネルご登録いただいてね、まあ、関連する動画なんかもご覧になっていただくといいと思うし、まあ、この辺りちょっと代表的な動画としてねご紹介させてもらってるんで、こちらに画像があってこちらにリンクもあるんでね、まあ、この辺りの話とちょっと合わせて見ていただくと、あそっかと、意思表示、そして感情表現ね、これ伝えてあげると彼にそれがしっかり伝わるようになって、彼がそれに合わせて動き出すんだということをね、まあ、ご理解いただけるんじゃないかと思います。さあそして3番目はこちらです。はい、最後の決定権はあなたが握ってあげてください。まあ、男と女、人と人との関係なんでね、全部の決定権を現実にあなたが握ることが可能かというとそうではないんだが、でも最後の最後はあなたが握ることを極力ね努めてあげる。特に男性はね群れの生き物で群れが大好きだというお話はね先ほどから申し上げています。群れの中で何が大事かというとルールなんです。そしてルールを決めるのは誰かというその決定権者なんですね。じゃあ誰が決定権を握っているのか、その決定権を握っている人の言うことを聞こうというふうに男性は無意識のうちに考える。決定権を握っているのはあなたなんです。あなたが決定権を握っていて、あなたが決定をしないと、あなたがその稟議書にハンコを押さないと稟議おりませんよという状態にしてあげる。だから例えばですよ、例えば彼があなたにねお昼食べに行こうと言いました。まあ、あなたが OK を出しました。彼はねラーメン食べに行きたいという、あそうじゃあ私もラーメンいいよ、ラーメン屋行こうってラーメン屋に行く。しかし彼はねあの黄色い看板のラーメン屋さんに行こうよ。しかしあなたはそこでねノーを出す。いやいやちょっと黄色い看板のところは嫌だ、こっちの赤い看板のところに行こうよと言って赤い看板のラーメン屋に行くと、毎回ねそんな話ですよ。だから彼が、じゃあ沖縄に旅行に行こうよ、まあ、私いいよ沖縄ね一緒に行こうって沖縄に行きますと、じゃあそれ来週の日曜日からでいいっていうふうに彼が言った時に、いやちょっと待ってと、私来週の日曜日都合悪いから土曜日の夜の出発でいいっていうふうに、出発しなきゃ無理ということであなたが決める。最後そこはねあなたが決まんないと、あなたが決めないと先に動かないよという状態に作ってあげていただくと、彼は何かにつけてねあなたに聞くようになるんです。だってあなたに聞かないと OK にならないし、あなたにその最後のハンコをしてもらわないと稟議が通らないから、だから必ずあなたに確認をしてくる。だから
あなたが OK したことに対しては彼は動くけど、 OK しないことに関しては止まるんですよね。そしてあなたがいやこれだったらいいよと言うと、あじゃあそれに合わせてそれやりますというふうに、まあ、そちらに行くと、まあ、いうことになるので、まあ、極力ねあなたが決定権を握るというふうにしてあげていただくといいと思います。だからさっきも言ったようにね、あくまで人と人との関係なんで全部が全部そうできるかというとそういうわけではないんだが、極力そうできるところはそうしてあげていただいて、ただ全体としてはね彼の意思を汲んであげていただいていいんです。彼がそうしたいと思うことをやってもらってもいい。ただ最後の最後のここぞというところはあなたが決める。最後の最後はダメ出しして私の言うこと聞きなさい、そうじゃないとハンコ押しませんというふうにしておくと、気づいた時にはねもう彼はあなたの言うことを何でも聞くようになるし、あなたにハンコをね毎回もらいに来るようになると、まあそんな話です。さあそして4番目はこちらです。はい、何度もね繰り返してあげてください。まあ、1,2,3、いろんなお話差し上げたんですが、まあ、この手の話ってさやっぱり1回2回やったところでうまくいかないことの方がありますよ。人と人、男と女、必ずね伝えたことが 100% その時に伝わるかといったらそんなことはない。お相手の状況や環境とか性格とかあなたとの関係性もあるでしょう。1回伝わらなかったからあやっぱりダメなんだとかね、あ私嫌われてるんだとか、あこの人分かってくれないんだっていうことではなくて、その時に伝わらなかっただけの話だから、だったらもう1回やる、それでダメだったらもう1回やる、それを繰り返し、それはあなたもね人から言われて忘れてしまうことってあると思うし、まあ、言われて理解はしていたんだけどそんなに大事なことだと思っていなかったからちょっと後回しにしていたこととかあって、それ指摘されてああそうなんだごめんねっていうこともあると思うんですよね。それはあなたの大切なお相手もそうで、あなたが伝えたことを理解できていないとかね、またどうしても男性っていうのは女性と比べて個人差ありますよ、短期記憶力がねちょっと弱いところがあったりするから、まあ、大概ね忘れて同じことを繰り返すんですよね。また同じ失敗というかね、あなたがイラつくことをこれやるなよって言ったよねっていうことでも、まあ、結構同じこと何度もやっちゃうんです悪気なく。だからそこに、まあ、あなたもねちょっとこうイラつかず、まあ、イラついてもいいんだけど、まあ、心折れずに繰り返し言ってあげると、最初はね、お手さえしなかった、ね、彼もお手ってちゃんとするようになるんですね。伏せっていうとねちゃんと伏せるようになるんです。それはでも1回2回やったらできるかさでできないから、だから本当にね子供にしつけをするように、まあ、それこそね犬にしつけをするように、まあ、たゆまぬ努力でねそれを繰り返しやってあげていただくと、まあ、男の人も学習はできるんでね、何度もやれるとね、やられるとだからそれが、まあ、一応学習機能搭載されている以上はあなたがね繰り返し言ってあげると学習されて、気づいた時にはあなたの言いなりになる、まあ、気づいた時にはね、まあ、可愛らしくはないかもしれませんが、まあね、まあ子肉らしいおじさんかもしれないが、憎たらしいおじさんかもしれないが、あなたの言うことを聞くね、まあ忠実な召使いに、仕上がっていくと、まあ、いうことなので、まあ、1回2回ねしくじっただけで、まあ終わりってことじゃなくて、何度もね繰り返しやってあげてください。さあそして5番目はこちらです。はい、当然意識ですね。まあ彼にね選択の権利はないという前提であなたがね、全て決めてあげてしまってください。まあ、先ほどね、まあ、全体としては彼の意向を聞いてもいいんだけど、最後の最後であなたが決めるっていうお話も差し上げたんだが、まあ、それもねあなたが決めて当然だ、そんな意識で彼に対して決めつけで物事を言うという話。まあ、さっきはねこうラーメン屋行こうよっていう彼の話がありましたということなんだけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、あなたの方から、お昼何行く、ラーメンが食べたいとか聞くんじゃなくて、お昼ラーメン行くよっていうふうに言うと、彼は何て言うかっていうと、あはいみたいなね、ことになっていく。まあ感情表現をしましょうとかね、意思表示をはっきりしましょうとかいろいろ申し上げましたけど、この辺の話もねこういうことをすると彼ちょっと申し訳ないんじゃないかなとか、彼怒るんちゃうかなっていうような、そんな迷いや不安をねあなたが持ってしまうと、その迷いや不安に彼はつけ込んできてあなたの言うこと聞かなくなるんでね。だから主従の関係をある意味はっきりさせるというか、あなたが主で彼が従、あなたがね主で彼は召使いという、そんな前提でね、まあこういうふうにせえとかね、こういうふうにしてっていうことを、まあ、決めつけで言ってあげると、彼はあはいって言うんです。で彼もその方が実は楽なんです。先ほどから申し上げているように男性はね自分で決定するのがあまり得意ではないから、ただ決定されたことをその通りにやることは割とねこれは女性以上に男性は得意だから、だから男性はね組織行動に割と秀でるんですよね。だそういう意味で決定事項をあなたの方から伝えてあげる、当然なんだ、今日の夜は別にね、あなたがどう考えるかそのことは関係ないと、
いやうちだよね、うちに来るよねっていうことをもう決めて、完全に彼をタクシーに放り込んでね、お家にギュッて帰っちゃうと、彼はあはいって言いながら、あなたのタクシーでね隣に座って普通にあなたの家まで行くと、まあいう話になっていったりするから、まあ、これもねちょっとあなたとの関係性の問題もあるんでね、全く関係出来上がってない人に当然意識で何か物言ったらちょっと怒られちゃったりすることもあるんでね、そこは注意をしてほしいんだが、まあ、そのあたりの話、こういう動画でね、これまでもご紹介差し上げたことあると思います。こちらの、動画をご覧になっていただくといいかなと思います。こちらの画像があって、こちらにリンク先もあれが、まあ、基本的にはあなたが決めて彼にあはいっていうふうに言わせるだけの関係を作ってしまうと、まあ彼はあなたの言う通りになるし、召使いのようにね、掃除してっていうふうに言うとあはいって掃除するようになると、いうことでした。さあそして最後6番目こちらですね。はい、裏切らないアピールですね。まあこれはもう当たり前といえば当たり前なんだが、1番目から5番目までの話ってね、若干無理があるような話に聞こえるんだけども、同時にねやっぱりこの裏切らないアピール、これがあるから1番目から5番目の話が存在すると、まあそれは通用するということ。結局彼があなたの言う通り聞いたところで、あなたが裏切ってしまうというか、まあ彼にいろいろ嘘をついていたとかね、土壇場でひっくり返して彼を傷つけるようなことをするっていうことになってしまえば、彼は絶対言うことが聞かないし、そんなね、わざわざ自分が痛い思いをするようなところに突撃していくようなことはないじゃないですか。だから日頃からあなたの方から彼に対して、私はあなたのこと好きなんよ、私はあなたのこと大切に思っとるんよ、私はこういうことされたら嫌だけど、でもそれでもね、あなたがそれに答えてくれるんだったら、私は絶対あなたを裏切りませんよということをしっかりと伝えてあげる。これはまあ男性女性ともにそうですよね。裏切るかもしれないという人に対して自分の気持ちを委ねられるかとか、自分の行動をその人に対してさ任せられるかさ、そんなこと絶対ないじゃないですか。まあだから日頃のこれはもう関わり合いの中で嘘をつかないとかさ、できる限りお互い穏やかでいられるように努力をするとか、お互いがね幸せになれるために、まあお互いのために気を使うとかっていう当たり前の人間関係ですよね。この辺をしっかりと積み上げていくことができているかどうか、まあこの辺の話はね、こういうお話の中でもご紹介させていただいていて、男女に限らずですよね。だから本当にこうその人の言うことを聞きたいなと思うお相手ってさ、その人を信頼できてるからの話であって、こちらに画像があって、こちらにリンク先もあるから、まあ、あなたがやっぱり信頼されるような、まあ人間関係を彼とちゃんと作っているかどうか、そして日頃それをねアピールしているかどうか。だからそんなに難しい話じゃないんですよ。今申し上げたように、あなたのことちゃんと好きなんよ、大切に思っとるんよということを言葉で伝え、そして実際彼を裏切らないような態度を見せる。そしてね、やっぱり感情表現をしっかりしてあげたりとか、言葉で自分の気持ちを伝えてあげたりすることを繰り返しながら、彼との関係がねしっかり強固なものになっているならば、まあ1番目から5番目多少ねちょっと無茶あるかなっていうような思えるような話があったとしても、まあ、この6番目のところが抑えになっていて、彼はあなたのね召使いでいると。そして召使いでいてもあなたに裏切られないわけだから、忠実にねあなたにくっついて、あなたから離れていかないようになると、まあそんなお話でした。さあということで全6項目をご紹介させていただきました。まあ1番目から5番目の話はさ、まあ今最後の方でも言いましたけど、若干無理のある話かなというふうに感じることがあるかもしれないが、6番目のことがねしっかりできていて、お相手との関係さえ出来上がっているならば、むしろねこうされた方が、男の人1番目から5番目のことをされた方が男の人にとっては楽だし、大概ね、これも途中にも言ったように男の人をコントロールするというか、まあ、男の人を手足のように使う女の人ってたまにいたりするじゃないですか。でそういう人ってね大概こういうことやってるんですよね。まあそれがいいのか悪いのか、その人にとってね果たしていいのか悪いのかっていう問題はあるが、ただ男性として見るとそういう人との関係というのは割と楽で、そういう女性を手放したくないと思うことっていうのは少なくないよねというお話です。特にそれがね彼にとってあなたが大切な存在であるならば、あなたからこうされた方が彼にとってはむしろ喜びであることの方が多かったりもすると、まあ、いうことなので、まあ、全部できるかどうか分かりませんけど、参考にしていただけるようなところがあれば参考にしてみてください。現場からは以上です。